やっほー、あやでーす。はい、今回はですね、なんかの動画とかでも言ったことあると思うんですけど、メイク道具とかがね、本当に、無知っていうか、本当にわからないのよ。そういう何がいいとか、何が悪いとか、なんかそういうのがわかんなくて、毎回友達に聞いて、なんかいいと思ったメイク道具を買ってるとか、あと案件でもらったやつを買ってるみたいな感じでやってるんですけど、今回は、コスメ東京っていう、なんか原宿駅の前にあるところがあるんですけど、そこに時間があったので、暇つぶししてたら、なんかめちゃめちゃ爆買いをしてて、動画にしました。ってことですね。そこのね、コスメ東京のところの何がいいって、人気ランキングみたいなところですごいなんか、人気順に並んでたりとか、なんかこれがこういうところがおすすめですとか、なんか一個一個ね、その商品になんかメッセージみたいについてるんで、ありがとね、みたいな、なんかこれおすすめなんだよね、みたいな、これ今イチオシなんだよね、みたいなことを書いてあって、すごい、ありがとうみたいな思って、それで私もそういうのを書かれると何でも信じちゃうタイプだから、あ、いいんだとか、なんかそういうのを思っちゃって、なんかいっぱい買っちゃったみたいな感じなんですけど、だから言わせてもらうと、私は全部なんか第1位とか第2位ら辺を買ってるから、ミーハーみたいな感じなんですけど、まあそういうのをね、プチプラだと思うので、多分大体で、まずは私一番気になってたこちら、これみんな知ってる？ボディーソープなんですけど、なんかこれがすごいいいみたいなのを誰かのストーリーに載せてて、私スクショしてたのよ。それをみちょぱさんかな、みちょぱさんのやつで、これをずっと使ってる、 Amazon で毎回頼んでるみたいなこと書いてあって、匂いはまだ感じません。 次こちら、これはですね、眉マスカラ、眉マスカラなんですけど、私眉マスカラをクリオでね、案件でやったやつを毎回使ってたりとか、ヘビロテを使ってたんですけど、コラボした時にこれをおすすめだよみたいな言われて、あ、そうなんだと思ってパクりました。これね、めっちゃね、眉マスカラなのにね、めっちゃ細いの、めっちゃ細くない、だからめっちゃ塗りやすいのよ。毛量が多いのよ、眉毛の。だからなんか、そう、ちょっと粗いやつだと塗り残しみたいなのがあっちゃうから、この細かいやつでやったら塗り残しとかもないし、なんかめっちゃ綺麗に塗れると思って買いました。どこのか分かりませんが、これです。デジャブ、デジャブでした。デジャブでした。なんとデジャブということでね。で、次こちらです。じゃーん、ラブライヤー。 ラブライバーにずらしてる。 ラブライバーの方や、それ。ラブライバー、あ、待って、ラブライザー。 ラブライブ。 ラブライバーの元のアニメはラブライブや。それはラブ、ラブライナー、ラブライナー。ほんとうるさいんだけど、死ねよ、自分。言いすぎ、言いすぎ、言いすぎ。絶対言いすぎ。自ら顔は。これ、ラブライナーは、アイラインを、なんかもうそうなくなりそうだな、みたいな感じで、何にしようって見たときに、これが目に入ったから、これ買った。別にこれがいいってわけじゃない。しかも、ラブライナーそんな好きじゃない。なんなら。ね、ラブライナーってね、何が良くないってね、ほんとすぐなくなるの。描きやすいのは超描きやすいんだよ。めちゃめちゃ描きやすくて、超細くて、色合いもね、めっちゃいいんだけどね、これなんか、ブラウンみたいな感じなんだけど、ダークブラウンを買ったんですけど、めちゃめちゃ色味もいいし、超描きやすいんだけど、もうほんとなくなるのがすごく早いの。だから、そこが要注意って感じ。でも、描きやすさはナンバーワンだし、ここにもまたね、ほら、ナンバーワンって書いてあるから、間違いなしということでね、ラブライナーを買いました。次はですね、これね、なんかみんな結構、ゆうかちゃん、古川ゆうかちゃんかなんかが、これを買ったみたいなのを出してて、え、こんなんあるんだと思って、このね、ゆうかちゃんの動画を見て、もう1年以上経ってんのかな、わかんない。半年ぐらいもう経ってるんですけど、初めて見たの、これ売ってるのが。誰かの YouTuber で見たと思って、なんかいろいろ YouTuber さん使ってんのよ、これ。美容系 YouTuber がね。やっと見つけたと思って買いました。これを水に、こうつけると、こう、大きくなくていいよ、大きくなっていいよ、みたいなやつなんですけど、コンシーラーとかで使っていこうかなと思って買いました。これね、ピグモも買ってたよね。買いました。これ、使うの楽しみ。次は、じゃーん。これなんですけど、エヌドットっていうさ、ヘアオイルわかる？あれめっちゃさ、人気じゃん。昨日、メイクさんにメイクしてもらった時に、なんかこれ使ってて、これめっちゃ気になってました。どうですか？って聞いたの。そしたらなんか、エヌドットと使ってる成分ほぼ一緒だから、エヌドットと一緒、ほぼ一緒なんだよねみたいな。言ってて、あ、そうなんだみたいな。エヌドットってさ、もう人気すぎてさ、売ってないじゃん、どこにも。で、それで、買ってみたんですけど、しかもね、これね、何がいいってね、めっちゃいい匂いなの。超いい匂いで、濡れ感のある髪
の気になるのよ。で、なんか夏は私今回ね、今年の夏ね、なんか濡れ感のある髪型をたくさんしていきたいなと思ってるから、あのこれを使ってね、濡れ感を出していこうかなと。めっちゃね、これいい感じに出るの。しかも超いい匂いだからね、めっちゃおすすめ。次はじゃあメイク道具らへん、メイク道具いこうかな。ちょっとメイク道具買ったので、こちらですね、 V3 エキサイティングファンデーション。なんかこれすごいいろんな人持ってるよね、めっちゃ人気じゃない？なんかめちゃめちゃ見たことがあって、今ディオールのクッションファンデを持ってるんだけど、そちらがですね、あまり肌に合わなくて、なんか浮いてきちゃうのすごく。で、それでなんかこれはすごいしっとりするよみたいな、しっとりするよみたいなことを書いてあったので、その説明書に、なんかメッセージみたいな、いつもありがとう、なんかこれはみたいな書いてあったから、そう、いつもありがとうは全然書いてないんだけど、なんかこれがめちゃめちゃいいみたいな。で、友達とかもなんかめっちゃ使ってて、やっぱ夏はさ、ファンデーションしないとさ、ほんと終わるじゃんと思って、私ファンデーション塗ってないのね最近。ほんとにあの日焼け止めとコンシーラーだけなんだけど、まばらになっちゃって、色が鼻だけ黒いみたいな感じになるから、夏だと塗っていこうかなって思ってます。これね、これダメだった、8800円ぐらいしたんだけど、でもすごい気になってたからめちゃめちゃ嬉しい。明日から使っていこうと思う。またよかったらみんなに言うね。次はこちら、キャンメイクのマシュマロ肌仕上げ、マシュマロフィニッシュパウダー。あのさ、私マシュマロフィニッシュパウダー持ってたんだけど、全部割れちゃって今持ってなくて、でそれで今イニスフリーのフェイスパウダーも持ってるんだけど、なんかそれはなんかあんま使ってなくて、新しくね、見て柄が変わったの、やばくない？もうめっちゃね、おすすめしてたのよ、そのお店で。めっちゃいいっすみたいな。でそれでなんか私はキャンメイク見てる時に、隣の女の子たちがこれめっちゃいいみたいな、これめっちゃおすすめなんだよねみたいなことを話してて、あんたらが言うなら買いますと思って、隣の女の子たちを信じて買いました。やっぱね、キャンメイクね、なんかアイシャドウとかも見たけど、やっぱめちゃめちゃ可愛いのいっぱいあって、さすがキャンメイク東京、可愛いは作れるでした。次ですね、アディクション。あの私アディクションのあのアイシャドウめっちゃ好きなのね、めっちゃ好きで、なんか欲しいなと思ってたんだけど、パレットに入れるとさ、4個選ばないといけないじゃん、アイシャドウを。なんか4個選ぶのがめんどくさくなって、あの選んでないんですけど、今回ね、この単品の方で買ったんだけど、オレンジっぽい、赤みっぽい、これ超可愛いと思って、で手に出したらね、めっちゃ可愛かったのよ。見てこのアイシャドウマジで可愛い。わかんない、なんで伝わんないの。なんかね、生で見たらね、もっとね、発色が良くてね、めっちゃ可愛いと思って買いました。これに絶対キラキラのアイシャドウとかのせたら完璧に可愛いと思って、今回の買い物の中で一番お気に入りかも。これね、何番かっていうと24番。みんな覚えて、あの24番本当に可愛いから、みんな見てみて、本当に可愛い。次はですね、モアモって読むの？わかんないんだけど、あの韓国のさ、ピンクと黒のさ、あのシャンプーとかリンスのやつわかる？それの、あの、洗い流さないヘアトリートメントなんですけど、私ヘアトリートメントがなくなっちゃって、なんかずっとどうしようどうしようって思ってたんですけど、あの、これを買いました。これなんか昨日使ったんだけど、匂いも別に普通だし、別に普通。心を込めて、めっちゃおすすめしますとは言いません。だけど、まあまあ、別に普通だよ、みたいな。かもなく不可もなくみたいな。私ね、なんか、お店でね、買いだ時のね、匂いはね、めっちゃいい匂いだったの。で、めっちゃいい匂いこれにしようって決めたんだけど、なんかお家帰って、嗅いでみたら、なんか、そんないい匂いじゃなくて、なんか、萎えた。だから、あの、まあこれは別に、使いたい人は使えばええやんっていう商品ですね。次ですね、あの私、最近なんだけど、まあ最近はね、すっごい肌の治安が良くて、今なんもない状態なんですけど、1ヶ月前ぐらいね、本当に死ぬほど、ニキビ跡っていうか、ニキビ跡もできたし、肌荒れがすっごいしたの、なんか謎のね。で、それで、なんか私、スキンケアに全然、なんか力入れたことないなと思って、今年の夏はスキンケアに力入れようかなと思い始め、今回たくさんのスキンケアを買ってみたんですけど、まずね、こちらですね。クリニクル。わかんないんだけど、まあ、なんて読むかわかんないんだよ、これ。これさ、めっちゃ見たことがあって、めちゃめちゃね。なんかわかんないけど。で、なんかこれは普通に拭き取り化粧水なんですけど、乾燥肌の人にめっちゃいいらしくて、T ゾーンはオイリーに傾きやすい濃紺肌だ。快適で肌を乾燥させない朝晩の角質ケアは、美しい肌のために重要なお手入れ、皮膚科学に着目し、頬は乾燥するのに、T ゾーンはオイリーに傾きやすい混合肌のために開発されました。混合肌です。古い角質を穏やかに取り除き、
肌本来のモイスチャーバランスを保ちながら肌表面を滑らかに整え輝く肌へと導きます。さらにキメを整えることで毛穴も目立たなくなり潤いを維持します。目の周りと唇を避けながら顔全体が首筋まで優しく拭きます。その後乳液をつけてください。そうなんです、そういう商品なんですよで、これね昨日使ってたんだけど超ね、スースーすんの、鼻にめっちゃツーンってくるの。わかる、あのさマニキュアとか落とすやつなんて言うっけ、除光液、除光液、超除光液の匂いすんので、めっちゃ鼻ツーンってなっていったってなったんだけど、めっちゃ効きそうな感じがした。次こちらですね、クサージュホワイトっていうね美肌乳液を買ったんですけど、これも化粧水とか塗る前に塗るらしくて、でもね私ねすごいねなんか困ったことがあって今みんなに相談したいんだけど、これね、これはね化粧水の前に塗ってくださいって書いてあるの。でもねこの後ろにはねその後に乳液をつけてくださいって書いてあるの。こういう場合ってどうすればいいと思う、どっちを信じればいいのっていう話。どうしようどうしよう、どっちの男にしようみたいな感じなんですよ今本当に。え、どうしようみたいな感じなんで、誰か教えてください。次こちら、そうこれもごめん乳液とか終わった後にごめん塗るんだけど、これね、これねめっちゃすごいの。こんな感じで水なので、ちょっと触ってみて、伸ばしてみて、やばくない、やばいよね、超水なので、なんかめっちゃ保湿してくれるんだって。でこれを塗って寝ると夜めっちゃ乾燥しなくて超潤う肌になるみたいな。買えばよかった。そう、それでなんかこれの説明でなんかちょっとしたニキビができにくくなりますみたいな、だから私が月に1回ニキビできるのとかも防いでくれますみたいなやつだから、え、めっちゃいいと思って、でこれ口コミを昨日見てたんだけど、夜なんか良さそうな口コミばっかで、しかも匂いも割と無臭、こんな感じですね。次は最後ですね、じゃーん、これはですね、スキンケア系じゃないんですけど、ボディ用なんですけどね。私、最近、乾燥がすごくて、体の。さすがにちょっと保湿しようって考えて、買いました。しかも保湿するだけじゃなくて、これマッサージ用って書いてあるから、マッサージもできるよ、みたいな感じで。やっぱ夏とかはね、足とかも露出とかも増えるから、これから足のマッサージ頑張っていこうと思って、買いました。超硬いんだけど、それなんか砂糖みたいなんだけど。すごい、うわ、砂糖、これ大丈夫、これ何、違えて買っちゃった、スクラブだった、ありがとうとだよね、だってさ塗ってもさ伸びないと全然伸びないの、砂糖みたいな固まってんの。スクラブ最近買ったばっかなんですけど、うわー間違えた、最悪、ボディークリームが欲しかったの。まあこれはまあしなんか買いたいものと違ったけど、まあウィンウィン、何が何がコスメ東京で買ってないんですけど、コスメ東京の近くにあったサボンのめっちゃパクリですみたいな店があったんですけどそこでルームスプレーみたいな、ルームスプレーみたいな、この部屋にこうシュッて巻いていい匂いにさせちゃうよ、いい女になっちゃうよっていうやつを買いました。すっごい店員さん癖強くね、ありがとうございます、いい匂いです、ありがとうございます、いい匂いを気にしてくれましたね、嬉しいで、まあまあ騙されて私も買ってるから同じやつ買ったから、ね、なんかでもめっちゃいい気分になるさ言い方だったよね、全部嬉しい、すごい嬉しい、超いいね、パッケージもすごい可愛い、お気に召しないです、もうありがたいです、ありがとう、嬉しいめっちゃテンションすごかったね、買っちゃった、わかる、買っちゃった、こんな感じでね、全部紹介したんですけど、いろいろね、これから使ってみて感想とかも言って、次の動画とかなんか出してみるの、感想とか言うので、その動画も見てねー、ということで今回こんな感じでたくさん買ってみましたーっていう動画でした。ということで終わりまーす、バイバーイ。